これより会議を開きます日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます本日は日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について討議を行いますこの討議につきましては幹事会の協議に基づきまず各会派1名ずつ大会派順に発言していただきその後各委員が自由に発言を行うことといたします それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります発言時間は7分以内といたします発言時間の経過につきましてはおおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします発言は自席から着席のままで結構でございます発言の申し出がありますので順次これを許します新道義高く